はい、どうも。どうもこんにちは。通販買ってみたの時間でございます。私、速稼塾久保がですね、何かと面白いものをちょこちょこ通販で買って皆様にご披露するという、そういう風なね、番組でございます。今回はね、これはあそこから送られてきたような厳重な梱包ですね。おそらくあそこですね。はい、まあ何かと問題がありますけども、やっぱりお世話になってる部分も大きいという国でございます。はい、じゃあ早速開けていきますね。これは何でしょうか。結構面白いですよ。はい、一人キャンプに御用達みたいな感じでね。はい、メイドインチャイナ、チャイナって書いてますけども、これは何でしょうか。はい、暖房器具なんですよ。ほら、一人キャンプの時に冷えるでしょ、冬とか。これをね、ストーブを持っていけるんですよ。しかも電源はいりません。ガスボンベでいいんですよ。ちょっと待ってくださいね。はい、ガスボンベってのはこういうやつですよね。よくカセットコンロと一緒にこうね、バーベキューの時とか使うと思います。こちらが1缶だいたい100円で売ってるということでございますけども、これね、実はね、災害用にうち備蓄が結構あるんですけども、そろそろ使っていかないといけない耐用年数が来ましたんで、少しずつ使っていこうと思うんですよ。今年だけじゃなくて、来年とか再来年で使えば OK かなっていうところなんで、今年ね、灯油が切れてきた時に、これを使って徐々に部屋を温めるっていう形にして、だんだん春を迎えれば、これをね、いくつか使っていけるんじゃないかなと思います。で、使った分はまた新品を仕入れればいいんで、まあ、サイクルよく、備蓄ができるかなっていうところでございます。で、箱を出すと結構ね、厳重な梱包にこれを包んでくれて、その上に箱があるって感じなんですけども、これが、なんですかね、ヒーターですかね。で、なんていうの?軽いですよ、本当に。あの、カセットコンロとそんなに重さ変わりません。で、ここにほら、入れるようになってるでしょ、これを。ガシュッとね。はい。もう構造は本当シンプルで、至ってシンプルで同じような感じですね。何も使用、もう説明書も日本語でついてますけど、別に読まなくたってできそうな感じです。特徴的なのが、これがね、なんていうの?これがね、あれ動くはずなんですよね。まあまあいいですわ。動くんですよ、これが。ガチャンコガチャンコとね。で、今こうやって上にヒーターが向いてる状態でしょ。これはね、すごく便利で、こういうのもついてるんですよ。こんな感じでね。で、この上に夜間を置くんですよ。こうやって。夜間を置いて、お茶が沸かせるというね。これ、キャンプでもなかなか味わい深い製品でしょ?で、うまくいかなかったんですけども、ここが、なんかね、上がるんですよ。どうやって変えるんだろう。ふむふむ。あれ。これがね、ぐいっと起きるはずなんですけども、なんで起きないんだろう。え?こうかな?これを引っ張るのかな、やっぱり。ここにレバーみたいなのがあるから、これを引っ張るのかもしれません。あ、引っ張ったら、できた。ほら、こう縦になる。で、通常はこうやって、あったかいのをこうやって浴びるわけですよ。で、ここのレバーを引いて、こう傾けることができるね。これ傾けがちょっと力がいるのかな?うん。あまり乱暴にやると壊れちゃうんで、丁寧にやってもらいたいと思いますけども。あ、スムーズにパタンパタンになるわけじゃないんだな、これ。ちょっとそれが難点ですね。スムーズに、これが角度が変わるかなと思ったら変わんないです、スムーズに。ともすればそれで壊れるような気もしますね。うん。これはちょっとそこら辺がね、ちょっと困ったところではあるなぁと思います。はい。まあでもいいでしょう。これで、カセットコンロで、あったかいあったかいでございます。はい。じゃあね、実際に使っていきましょうか。はい、今、つけて30秒くらいしたんですけど、もうあったかいですね。すごいいいですね。この距離でもう熱がきますね。あったかいわ、これ。うん。これは結構使えるんじゃないかなと思います。ね、ガスの音がするでしょ。今ね、室内でやってますけども、やっぱ一応屋外で使うことを考えた方がいいのかなと思いますね。この辺温まるし、やっぱりしばらくはね、熱を持ちますからね。うん、
はい、まあそんな感じでした。はい、ということでね、ちょっと画角がちっちゃいんですけども、これ買いました。すごく便利ですけども、日常生活には私使わないような気がします。ということで、ガスボンベをうまいことね、消費しようと思ったんですけども、ちょっとこれは失敗かなと思いますね。普通にカセットコンロでよかったかな。カセットコンロでね。これはちょっと無駄な買い物になりそうです。まあけど、使うことがあると思うんでね、それでもね。うん、末永く取っておきましょう。あと、作りはチャチンで、やっぱこれね、5000円ぐらいで送料込みなんですけども、3700円ぐらいで、プラス送料なんですけども、これはね、ちゃんとしたね、2万とか3万のやつで、しっかりしたの買った方がいいですよ、これは。ちょっと心配だもの、これ。茶畜って。ほんと。あんまり良くないと思いますね。はい、以上でございます。